バッティスタデ・アンドラーデ・キュー・コルベットは、ポルトガル海軍のコルベット。1972年から1973年に、かけて4隻が建造され、1974年より、順次に収益を開始した。2010年5月現在、2隻が配備されている。本級は、先行するジョアン・コーチニョ・キュー・コルベットの発展型として、開発された。設計は引き続き、 ポルトガル海軍のホジェリオ・ドーリベイラ設計官が建造はスペインのバサンゾー戦勝及びドイツのブロームーンとフォッシャが担当した。当初、本級はアフリカにポルトガルが有していた植民地を防衛するとともに対戦線を遂行できる小型の護衛駆逐艦として開発された。ディオドン・ソナー及び マーク32単魚雷発射艦によって最低限の対戦火力を備え、また、戦隊後部にヘリコプター艦板を備えることによって、懲戒ヘリコプターの運用支援も行うことができたことから、より大型のフリゲートと共に、洋上での護衛任務を行う計画であった。また、対地火力も強化され、ジョアンコーチニョキューコルーベッドでは、マーク、 333インチ連装砲が搭載されていたのに対し、本級ではエメリー6 8 0 0、mm、トル単装砲とされた。しかしながら収益した直後より本級は能力の限界を指摘されていた。対戦火力は単射程のものに過ぎず、より大射程のアスロックなどは搭載できなかったし、ソナーの探知距離も限定的であった。 また一切のミサイルを搭載せず、対空、対水上火力はいずれも方向兵器に頼っていた。ポルトガルの植民地戦争が終結して、植民地が相次いで独立を達成し、ポルトガル海軍の行動範囲が狭まった直後の1977年、コロンビア海軍への売却が検討されたものの、これは実現しなかった。冷戦が終結し、また、 船体の老朽化も進んだことから、本級の任務は、現在、ほぼ紹介任務に限定されている。これに伴い、運用コスト低減のため、1999年から2000年に、かけて、AWS- に低空警戒、対水上レーダー、ディオドンソナー及び、マーク32単魚雷発射艦を撤去されており、現在の本級はほぼ紹介艦艇に近いものとなっている。 1988年における緩営2009年における緩営1988年には煙突前方のマスト上に AWS-2 レーダー、また、完備パ板上にマーク32魚雷発射管が搭載されていたが、2009年にはいずれも撤去されている。ありがとうございます。